ビデオダイアリー、ジュライバー 3rd, 2024, by Hiroshi Hayashi h ヒ m a m ヤ t s u City, Japan ビデオ日誌、2024年7月3日、林ヒロシです。こんにちは。暑いですが、皆さん、お元気ですかはい。今、書斎の中の気温、クーラーなしで31.5度を記録しています。で、今は、 まあこのカメラをですね寝室に移しましてそこで撮影しています書斎ですとねまあそのパソコンのねモーター音を拾ってしまうわけですね冷却用のね同時に17インチのノートパソコンなんですけどもやたらとそのなんて言いますか騒音が大きいんですよねですからまあ疎開してきたというほど大げさなものではないんですけどもビデオ日誌を作る間はですね 寝室で。ということで、今、寝室からビデオ日誌を皆さんに送っています。ということになります。送っていますというのはおかしいですけどもね。制作しています。で、今日はですね、いよいよイエスの物語、A Tale of Jesus Christ ですね。の最終場面というわけでもないんですけどね。この後までいくつか続きますけども、一応流れとしては最終場面ということになるわけですけども、 昨日までのビデオの中でですね、えー、特集を組んだわけですけども、イエスですよね、とベタナのマリアはですね、まあその、その背後に何があったかということは、もう流れからすると当然そういうことになるわけですけども、イナンナ・マリア、バプティス・のヨハネ、そして裏切り者のユダ。まあユダはですね、あの別の,あの動き方をするわけですけども、要するに、えー、イナンナ・マリアと、 バプティストのヨハネによってですね、殺害される。ということなんですね。その、そのところを、まあちょっとこう、枝分かれ的に、昨日までの動画で説明しました。で、今日はですね、少し話を戻しますけども、まあ流れからすると、当然そういうことになるわけですけども、イエス、キリスト、キリストでイエスですね、キリスト、キリスト外してますけども、イエスと、そして妻のベタナのマリアはですね、いかだに乗って地中海を渡って、 南フランスの、まあ、いわゆる南東海岸ですね。の、あの、いわばゴロゴロの海岸に渡ったということです。えー、もうかなり前にね、その辺りに住んでいらっしゃるフランス在住の方に聞きましたらですね、私が質問でね、あの、フランスの南東海岸は岩場が多いですねって話をまあしましたら、その方がおっしゃって、フランスの方ですけども、在住の方なんですけども、その方がね、はい、そうですというふうに、 答えてくださいました。まあ皆さんもですね、あの今簡単に調べられますからね、フランスの南東海岸ですね、地中海側の海岸をですね、ずっとあの、グーグルのねあ、アースで追いかけてみてください。あの、やばいやばいやばい、本当にやばいやばいやばいがずっと続くわけですよね。まあそこに、まあ到着したということです。はい。で、その時の様子、つまり、 えー、イカダに乗ってですね、地中海を越えている、渡っている様子を表現したのが、えー、ティオドル・ジャンジェリコのメジウス号のイカダということになります。うん、そして、えー、南フランスのですね、海岸に到着した様子を表現したのが、メケランジ・ボランティの描いた、あのカシナの戦いの絵ということになります。その両方にはですね、イエスと19人の弟子、イエスと19人の弟子が正確に同じように描かれています。 で、そこで一つ注意していただきたいことはですね、えー、つまり、ミケランジロがその絵を描いたのは1501を10年頃だと言われてるんですけどもね、あの歌詞の戦いの絵をね、まず、あ、それからあのジャン、テオドルジャンジェリコンが描いたのは1880年で、ちょっとあの、 1800年代ですね。ですから、あの、間には300年以上もの年月が流れているということになります。その300年という年月を超えてですね、二人の画家が別々の場所で ルジャテオルジャンデルクはフランス人の画家ですからね、の画家がですね、同じ構,構成の絵を描いていたということなんですよね。と同時に、そうした事実、それぞれの絵の中に秘められた事実を発見したのは、私、早い資料してあって、2012年以前には誰も知らなかったことなんですね。ということを重ね合わせていくとですね、つまりそれは2枚の絵、少なくともですよ、他にもいろいろありますけども、の2枚を描いた画家はですね、時空を超えた画家、すなわち、 神であるということになっていくわけです。まあ、こうしてですね、テオドジャンジェリコのあーのメジュース語の言い方とですね、まあ、その、その300年前のですね、えー、ミケランジュ・プランティスの描いた絵が繋がったということになります。そして、まあ、その、まあ、イナンナ・マリアとバプティスト・のヨハの迫害を逃れて、そして南フランスへ当たるわけです。まあ、イナンナ・マリアはイナンナ・マリアですけども、あの、バプティスト・のヨハネも相当な悪党であったと私は考えています。 というのは、サルで、ヘルでアンティパスのですね、あの、 によって首を切られたことになってますけれども、その時、まあ、サーロメのね、申し出を受けて、そしてその首を切られることになったというんですけども、首を切られたのは替え玉でした。その様子をですね、やはり、システィ礼拝堂の、ミケランジロが、あシスティ礼拝堂の天井がですね、ミケランジロが書いているということですね。その説明もきちんと証明してありますから、どうかご覧になってください。まあ、相当の悪党であった。いや、まあ、ユダにいた、裏切り者のユダに至ってはですね、もう極悪、極悪中の ご確認でしたねというのはユダはですねあのいわゆるミトラ教徒を捕まえてきてですねそしてそれを釜茹での刑にしてですね、まあ、要するにその後どうしたか分かりませんけどもおそらく、まあ、食べていたんだろうと思いますねそうした絵をですねシニロレッティラファエロそれからミケランジ・ブランティも描いています。 また、ま、どこで書いてるかってことですけども、ノアの捧げ物っていう、題されていますけど、一般にはね、あの、シシライハイドの天井岩の中にそれを書いています。鉄板の上でね、人間の頭を焼いてる様子を書いています。隠し絵マシンの手法で書かれてますから、ちょっと見にくいんですけども、そこが、その背景に、いわゆるまあ、そのノアと題されている人物がですね、ノアと今一般に言われている人物、ハゲ頭のとこなんですけども、あれがユダです。いわゆるまあ、 ノアに見せかけたユダの顔ということになりますね。で、その顔と、それから、あの、ミケランジ・ブラウいうのが書いた埋葬の中のね、背後にいる人物の顔が一致します。こうしてですね、えー、裏切り者ユダはですね、イナナ・マリア、それからバプティスのヨハネに手を貸してですね、そしてイエスの殺害に、イエスを殺害したということになります。その殺害方法もですね、かなり前になってますか、 ちょっと想像絶するような拷問ですね。この胸にね、帯を巻いて、そして両側からガーッとこう、締め上げて殺すという、まあ、残酷な、ま、拷問方法を使ってですね、シャマーシュイエス、イエスを殺害しています。その胸に帯を、帯を描いている絵はですね、えー、埋葬の絵の中にも、イエスの胸に帯が描かれています。それから、あの、バンディーニのペーター像もですね、帯に、 胸に帯を巻いてます手はこっち、俺れ俺が曲がってますからね、ひん曲がって、百十度、百足度こう曲がってますね。肩の骨が折れていることを示します。それからバンリンのペーダーズ、もう一も,もう一度ですね、あの、瀕死の奴隷もそうですね。 あの、やはり、ミケランジュが彫刻したと言われている、品種の奴隷もですね、胸に帯が書いてあります。まあ、この三体が、まあ、同じ帯を、ま、胸に巻いている、イコール、私はその帯はですね、攻め具、拷問具というふうに判断しました。ここで血流を止めるわけですね。 もう相当苦しいと言いますか、ああ、大動脈を抑え込みますからね。ですからまあ、それは私は想像するだけですけどもね。まあ前にいましたけども、皆さんの指にね、ゴムを巻いて、1分間我慢できないだろうでしょう、だろうと思います。あれと同じような言い方でね、まあそれを、これを胸に巻いてやるんですからね。はい。大変な苦痛を伴う拷問の仕方によってですね、イエスは殺されたということです。はい。で、それを話し戻しますと、とにかく昨日までの動画の中でね、 イエ,スはイエスと19人の弟子たちはですね えー、道中海を渡ってフランスへ着いたということですねでそこからの話ということになりますけどもそのスペレニン山脈のですね、えー、東端東端ですからねその辺り東東東東岩場のところで上陸してその近くのです、ね、レン東へ行くわけですねレン東地方ですねそのレン東東シャ東東と東われてる、まあ、現在はですねお城レン東東シャ東東東東いうところですけども小高い丘の上に、まあ、着いた東東東東 ということになるわけですね。結果論的に言うとですね。つまりイエスとその19人の弟子たち。まあその中の一人は一人はですねユダですけどもユダはですねおそらくフランスへ着くと同時にですね。 とんぼ返しに帰って、そしてイエスとベタナのマリアたちのね。弟子たちの居場所をですね、えー、イナンナマリアとバプティスのヨハネに知らせたんじゃないかと思います。まあ、そこでイナンナマリアとバプティスのヨハネはですね。青い要素をかけるわけですけどね。結果的に見るとね。その前にイエスとベタナのマリアはですね。レンルシャ島で結婚式を挙げます。その様子を書いたのが。 ダヴィンチが描いたと言われている最後の晩餐と題されたあの絵ということになりますつまり最後の晩餐に見せかけてですねダヴィンチはあのるあイエスとそれからあベタナルマリアの婚礼の様子を描いたということになりますそれを絵がですねまあまあ、分かりやすく言えばですねあイエスとそれからまあ、ベタナルマ婚礼を、うん、ですねいわゆる、まあ、なんて言いますか あーごまかしてつまり最後の晩餐に見せかけてそ,のそういう言い方が正しいですね最後の晩餐に見せかけてイエスとペタネのマリアの婚礼式を書いたということでその証拠に両眼に6人ずついますね66はあユダヤのゲマトリアでは婚礼式を意味しますそれから最後の晩餐はよく見ていただきたいんですけども全体を使って、まあ、中心部を使って W と書いてあります。W、W、W、すなわち ウェディングということになっていくわけですね。ですから、ウェディングをしているということは、それで証明できるわけです。なおかつ、その、窓を、外を見ていただきたんですけどもね、春って言いますか、陽光をさ々んさんとか輝かせている、まあ、明るい景色が描かれていますね。少なくとも、サパータイムではないということです。そして、その様子がですね、レンルルシャトの丘の上から見た景色と一致します。 それも今日の動画の中で皆さんにご覧いただけるようになってますから、あの最後の晩餐はですね、いわゆる、えー、イエスがですね、殺される前の日に、まあもっともらしい説明いろいろなされてますけれども、まあみんなでかい、まあね、最後の晩餐をしてお別れしている絵ではなくて、つまり最後の晩餐に見せかけて、イエスとベタナノマリアの婚礼式を表現したものだせず、バイ・ハヤシ・ヒロシへとつながっていきます。まあともかくもそうして結婚式をするわけです。 その後のことなんだけども、追い打ちを受けてですね、イエスは殺害されます。その様子を表現したのが、あまあ殺された、レンルシャトを与えて殺されたんですけども、それを、まあ、まあ、絵画として、メッセージとして残して、残し,残したのがですね、いわゆる、先ほどから言ってます、ミケラ・リブナルティに書いた、埋葬と題された絵です。じゃあイエスはどこで殺されたかでしょはい、その絵の中にちゃんと、 その謎を解くヒントがあります。あの、イエス、マイソ絵の N で、ね、左上ですね。皆さんから見て、左上の端の方にですね、えー、奇妙なものが描かれています。よく見てください。上半分がウサギの頭で、下がですね、くっついてますから、少し見にくいんですけど、上半分がウサギの頭で、下がですね、ちょっと形の変わった山が描かれています。はい。その山はどこかということで、いろいろ探しました。その謎を解くヒントをですね、ニコラ、ニコラ、 プッサンですね。の描いたアルカディアの牧人たちです。アルカディアの牧人たちの絵の中には、絵は2枚ありますからね。どちらがさっかわかりませんけれども、まあ、よく知られているアルカディアの牧人たちの絵の中にもですね、やっぱり全く同じ山が描かれています。で、調べました。で、それはフランスの在住の方たちにですね、あの、まあ視聴者、全世界でね、いろんな方に協力していただいているんですけども、フランス在住の方からですね、あなたがお探しの山は、 レンルシャトムの近くのビガラシさんですよという情報をいただきました。で、調べてみると形がパーフェクトに一致していることが分かりました。つまりですね、埋葬というあのミラナジムの描いた絵の背景にはですね、ビガラシさんが描いてある。そしてその手前にですね、石棺が描いてあるんですね。小さいですけども、白抜きです。その石棺と、 それからニコラ・プスさんのアルカデンの牧人たちの中に描かれている石棺が100%形が一致します。そしてその石棺は大きな石棺だったみたいですね。でその周りに 2, 2人3人もしくは3人のですね男たちが取り囲んでいるところもパーフェクトに一致します。ということはイエスが殺されたのはデカラシさんの近くだということがまあ証拠として物的証拠としてそれで証明できたということになります。 ご感情ですから、皆さんも注意深くお聞きくださいね。ニコラ・プスさんのアルカディアの牧,牧人たちの絵の中で、 えー、まあ、大きな石棺が書かれています。その石棺の向こうに、ビガラシさんが書かれているということですね。同時に、ベケランジ・ジョブ・ロノルティンの絵だですね。あの、マリソンの絵の背景にも、全く同じ形のビガラシさんが書かれているということになります。こうして、まあ、ビガラシさん、ビガラシさんを繋が,がってですね、どうやらイエスはそのビガラシさんのふもとで殺されたということがわかります。ということは、イエスはフランスへ渡っていたということになるわけですね。地中海浴衣で渡ったなんてね、まあ、どこか、 皆さんにとってはですね、孤島無形な、とんでもないことを林博士は言い出したぞというふうに思われるかもしれませんけれども、こうして裏付けが取れていくわけです。そして、ピガラシさんで結婚式をした後、イエスはですね、殺されます。そして、その石棺はですね、ピガラシさんに葬られるということになります。こうして、話がつながっていくわけです。 で、残ったのは、ペタネのマリアということになります。このペタネのマリアイコール、マグダルのマリア説ってことは、ローマンカトリックが1900年に入るまで、しつこくしつこく必要に、また、 繰り返し繰り返し教えてきたことなんですね。ところがもう矛盾矛盾矛盾が生じてきたもんですから、1900年に入ってからですね、ローマンカトリックはベタネアのマリアとマグダラのマリアは別人であるということを初めて認めたわけです。ところがですね、それは正方教会、ローマンカトリックの方ではそういうふうに認めたんですけど、それは当然当たり前のことじゃないかとしていたのが、実は東方教会なんですよね。はい。 東方教会の方ではですね、マグダラのマリアっていうのは、裏振れてね、疲れた、まあ、その、そういう種類の仕事をしている女性として表現されているわけです。で、東方教会の方ではですね、マグダラのマリアはですね、あの、イエスに助けられた後にですね、まあ、その、道路でですね、多分ですね、あの、いろんな人々によって、石で、こう、石打ちのケアをていうか、みんながね、石を投げ、投げつけているところをイエスさんがやってきてね、throw the stone first! あんた方の中でね、罪のなき、罪のなきない人が、throw a stone first 最初に石を投げろって言った途端にね、みんながね、まだ、まあ、黙ってしまったと。イエスはその間中ね、地面に何かを書いていたというんですよね。で、一人さり二人さり気がついてみると、誰もいなかったと。その時にイエスはですね、マグダラのマリアにみんないないかっていないって。 あなたの罪もね、消えましたよと言って、そのマグダラのマリアを慰めるわけですね。その後のことなんですけども、東方教会の説によればですね、マグダラのマリアはそのまま、あヨハ弟子のヨハ,ンヨハネと言ったという説もありますけど、まあ、とにかくその,そのままですね、あ上、 北の方へ向かうわけですね。北野の,の荒野へ向かうわけです。そして生涯、まあ、天使に助けられながらですね、まあ、荒野で残業、えー、に残業を重ねて生涯を終えたというのがマグダロのマリアということになります。その時の様子を表現したのがドナテロのね、まあ、あのマグダロのマリア像というのがちゃんと残っています。まあ見てください。まあ大変疲れた女性として表現されています。繰り返し、ドナテロのマグダロのマリア、 一方、西方教会の方ではですね、ずっと伝統的にマグダノのマリアイコールペタネノマリアを、まあ、教えてきたもんですから、まあ一度ね、そういうことになってしまうと、もう軌道修正というのは、やっぱり宗教団体というのはしないですね。 もう、いろいろ耐えられなくなってってことで、まあ、その、ベタネのマリアの命日、それからラザロの命日のも問題が重なってきたもんですからね。まあ、その、ベタネのマリアとマグダラのマリアは別人であるということを初めて認めたわけです。遅,遅く遅、遅かったわけですね。まあ、いいんですけども、とにかく別人だということです。じゃあ、ベタネのマリアはどういう人かと言いますと、ラザロの妹だということにな,るなります。はい。まあ あの辺でも、まあ、ベタニアの地においてですね、イエスの一行をですね、登留させて食事の世話ができる家庭ということで、かなり裕福な家庭だったようですね。とにかくそこのお嬢さんがですね、ベタニアのマリア、マリアってことになるわけですね。はい。で、そのベタニアのマリアと、まあ、まあ、 ラブラブの関係になるわけですけども、あのペタナのマリアはですね、イエスの足を洗ってあげて、そして自分の髪の毛で、そのイエスの足を拭ったという話の内容と繋がっていきます。その話をですね、あの、あこの前どなたかもそれしてきて、混同なさっておられたみたいですけども、それをマグダラのマリアというふうにしている人もいるみたいですね。 まあしかしマグダラ・のマリアはそんなね清楚ないわゆるラザロルの妹のはずがありませんからね。はい、ともかくもですねラザロルの妹のベタナ・ノマリアとイエスはラブラブの関係になってそしてイエスの体にあのこういう。 かなり高価なも,とだものだったそうですね、当時はね。その行為を塗ってあげると。まあ、そういう関係にあったわけです。なんかね、ピンとくるでしょね。男の人の体にね、こう油を塗ってあげて、そして足を洗ってあげてね、自分の髪の毛でね、そのイエ,、まあ、イエスの顔、足を拭いてあげた。というところからですね、ベタナのマリアはですね、ここが重要なポイントですから皆さんも覚えておいてくださいね。ベタナのマリアは髪の毛がなかったということです。これは大事なポイント。それからベタナのマリアはですね、 こういう壺を持っているってことです。まあ高,高価なね、あのー、こういうですから、まあ香水ですよね、分かりやすく言えばね。その香水を使って、イエスの体を、まあ、まあ、何かをましたってことでしょうね。はい。とにかく、そのこういう壺と長い髪がですね、これがベタネノマリアの特徴を付ける、まあ、アイテムって言ったらいいのかなってことになるわけです。ですから、ベタネノマリアであるかどうかということはですね、 手にこういう壺を持ってるかどうかということです。二つ目に髪の毛が長いということですね。まあ要するに、これはベタノの周りですけども、これはちょっと前後先に今日の動画の中で、あの、それ新しく発見しましたので、皆さんに今日の0 0号でね、それを皆さんにご覧いただいてますけども、あの、リムというところなんですね。ちょうど、位置関係はですね、ビガラッシュ、 レン同じように11キロ離れたところにリムという、まあ、今大きな町がありますけれどもそこのリムのですね、えー、セントーマルクだマルクだった、まあ、ごめんなさい教会があるんですけれどもねステンドグラスという有名な教会があるんですけれどもその中にですね、あのー、マリア像が飾ってありますね一般にはマグダラのマリア像というふうに言われてますけれどもあれはマグダラのマリアありませんよ、あのー、リムの方たちも気が付いていらっしゃらないと思いますけれどもこういう壺を持ってますから。 はい、あの聖母マリアですよね、まあ、イエスの母親と言われてるマドンナはですねこういう壺なんか持ってませんからねあ、はい、ありえませんね、はい、ですからこういう壺を持って髪の毛が長いですから要するにベタネのマリアということになりましたでちょっと話またそれさせておりますけどもねフィリピンではですね、あのー ベタネノマリア信仰というのがもう伝統的に深く長くなされていますね。ですからフィリピンに、まあ、皆さんね、中で詳しい方もいらっしゃると思いますし、これからフィリピンに行かれた方も注意して見ていただきたいんですけども、フィリピンではですね、ま、マリア像というのは髪の毛が長くてみんなこういう壺を持ってますね。つまりあれは聖母マリアではなくて、ベタネノマリアだということです、はい。あるいはマリア、聖母マリアがですね、そんなイエスの体にこういう塗ったり、えー、ね、 髪の毛で足を拭いたって話聞いたことありませんね。それからマグダラルマリアにしても、あれ一般には、ローマンカトリックの方はマグダラルマリアとうまくね、ごちゃごちゃにしてますけども、それもありませんね。それからもう一つありえない話はですね、レヌルシャ島の上で、まあ、あなたりで、レヌルシャ島の近くで上、上と言ってみるんだけど、そこで、 まあイエスと、まあ、ベタのマリア結婚しますねその跡地に私はですね教会ができたと思います。ですから当初その教会の名前はですねベタナノマリア教会というのが正しかったんじゃないかと思います。ところがですね、まあ、あのローマ公教となってですねそれからその前世紀、まあ、マリア教の前世紀を迎えるわけですけども繰り返し繰り返し特にルネッサンスの時代においてもですねあフランスまでですねあのローマ軍はですね えー、まあカトリックですよね。政治と経済、軍事が一緒になったような政治体制が整うわけですけども、フランスへ行ってね、そのいわゆる、その、いわゆる異教徒という位置づけてで,ですね、徹底的に弾圧しますからね。ですからその時もフランスというのは、まあそういう意味では政治的にはローマ軍のね、いわゆるローマンカトリックの支配下に入りますから、その時に、その時にですよ、その、そのフランスにあった、 ベタナのマリア教会はですね、次々と、いわゆる、マグダラのマリア教会に改名させられていったというふうに私は考えています。その証拠はいくつかあるんですけどもね。また、その、例えばマルセイ、そのね、北方のマルセイには、マグダラのマリア教会という名前についているのが40数箇所ありますからね。で、ともかくもそのマグダラのマリア教会というのは嘘だということになります。特に、レヌリシャトのね、 山の上にある現在、マグダラのマリア教会はですね、マグダラのマリア教会ではなくて、正しくは、ベタネのマリア教会というべきですね。はい。どうしたのところにマグダラのマリア教会ができたかということはありえませんからね。それから、先ほどちょっと言いましたリムにはですね、リムという町にはですね、ーマリア像があるんです。で、今日それ発見したんですけどもね、でその中をね、ずーっと写真で動画で撮っているところがありましたけど、その一枚にありましたね。 マリア像があるんです。そのマリア像はですね、手にこういう壺を持っています。それから、あのリムのですね、ステンドグラスの有名なリムの教会のね、一番大事なところにはですね、一番高いところに男と女がですね、こうして手をつないでいる様子のステンドグラスもあります。そしてその女性は若くて清掃です。今までもなく、シャマーシュイスイエスとベタニアのマリアのマル。 が手を繋いでいるところですね。そしてお互いに手を繋いだその手を見つめ合っているというまことにもって、微笑ましい風景がですね、ステンドクラスとなって表現されています。などなどという話を繋げていくとですね、もう皆さんね、お分かりかと思いますけれども、ちょうどジグソーパーズのね、チップを合わせ込んでいくようにですね、大きな壮大なイエスとマリアの物語がその向こうから浮かんでくるということになります。 ま、話ちょっと戻しますけども、イエスは殺されて、まあ、ビガラッシュの山に収められるわけです。先ほどもちょっと調べてみたんですけどね、ビガラッシュの山というのは今でも、あの、UFO のメッカになってますね。そういう、あの、そういった全く話は別にしてですね、UFO のメッカ。まあ、とにかく UFO が出没する場所として、当現地では有名な場所みたいですね。 まあは話はその、どこでも、ね、どこでね、イエスと繋がっていく、繋がってないってことは分かりませんけれども、全く別の世界からね、調べて,あげて,調べていくとですね、そのビガラシさんというのは現在、今もですね、UA4 のメッカになっているそうです。これも、あ話し相談ですからね。 なんか誘導尋問してるみたいなね、思わせぶりの話をしてますけども、そまあ、それは事実ですから皆さんもですね、ビガラシさんで調べてみてください。特に2012年の時にはですね、これあの、イエスの石棺が収められてとかしてないとかって話とは別です。ただし、聖杯伝説は昔からあったみたいですね、あのビガラシさんというところは。それと関係してか関係してないかは、それはわかりませんけども、ビガラシさんでですね、巨大 UFO がやってきて、そしてその、多くの人をね、乗せて連れていくという噂が立ったためにですね、 その多くの人がそのビガラシュさんに集まり始めたわけですね2012年の大騒動の時にはですねしかしフランス政府はですねまあそれに対して危険を感じましてね通行止めにしてビガラシュさんへの観光客の流入をですね止めたっていう話もちゃんと残っていますそれもきちんとに記録として残ってますからビガラシュナ。 ビューガーラッシュザンで調べてみてください。で、話を戻しますと、まあ、その、イエスは殺されて埋められるわけです。その後のことなんですけども、その、ベタニアのマリアと、兄のラザロと、そして姉のマーサ、マルタ、この三人がですね、まあ、その、やや北方にある、マルセイユに渡りまして、ね、行きましてね、渡りに行きましてね、そして、まあ、いわゆる、イエスの教えの布教活動を始めるわけです。何時の敵を許せ、何時地震をね、っていう、あれですね、 許せ、忘れろという、まあ、いわゆる究極の愛をですね、教えて、まあ、不協活動を始めるわけです。その名残がですね、現在残っている。 マリア教会。ただし、名前がですね、マグダラのマリア教会になっています。ただし、ただし、タラスコンっていうところがあるんですけどね、そこでは、あの、今でも、あベタネのマリアを祀ってですね、ベタネのマリアを聖人として敬っているそうですね。という話へと繋がっていきます。まあ、今日はですね、イエスの物語の最終場面を皆さんに今話してますけども、要するにイエスの亡き後ですね、妻のベタネのマリアはですね、えー、マルセイユに行ってですね、そして兄と姉と と一緒に行ってですね、そして不、あ不況かと、したってことになります。で、そのベタナマリアのことを、ローマンカティックの方は、マグダラのマリアと言ってますけど、そうしないと、まずいからですね。つまり、フランスに、マグダラのマリア強化があるという、その、根拠を失ってしまいますからね。ですから、まあ,あ、何としても、それをされたいということで、まあ、その。いや、ベタナのマリアはね、えー、北方へ行ったんであって。 あまあまあまあ、まま、いう話を、まあ、とにかくローマンカトリックの作ってる言ってる話はもう100に1つも本当のことはないですねもともと基本が大嘘ですからねイナナマリアがですねイエスを殺してますからねそこからスタートしてそして十字架にかけ,たのはかけて殺したのはですね替玉ですからねその様子をしっかりと表現してあるのが 先言いましたようにミケラン・リポラルティの書いた「埋葬」でありあダ・ヴィンチの書いた「暗言の戦い」でありそっち自体がガーンと下りますけれどもパブロ・ピィカソの中にもその替え玉のイエスが書いてありますねという形で、まあ、いろんな四方発方から話がつながってきますからもうこれは許しがたいというよりもなっていたのは変えがたい、まあ、その事実だということにもなっていくわけです。まあ、皆さんん驚かれるるとと思いますすねこな話をすると 私も結果としてね、こういう話になってくるとはね、まさかと思ってましたね。しかし、調べ上げて一つずつ、ちょうどブロックをね、組み立てるように組み立てていく。そして一段目ができたから、二段目を組み立てていく。三段目を組み立てていく。四段目を組み立てていく。やがて、ピラミッドのような形になりますけれども、そしてその結果としてですね、事実に、事実という証拠のある証、証明された証拠のある事実をですね、 組み重ねていくと、そういう結論に達せざるを得ないということになります。そして、ベタナのマリアはですね、おそらくマルセイユあたりでですね、イエスの間にやっとした子供を産んでますね、名前をユダとしています。ね、自分の夫を裏切ってですね、イナナ・マリアとバプティストに裏、ジョンにね、その、売り渡した裏切りのユダの名前を取っ,ってですね、自分の息子の名前の にの名前にしたとということですねその、えー、最も、まあ、恨むべき相手の名前を取ってですね自分の息子の名前にしたところにですね「ヴィタネのマリア」の尊さがまあ、まあ、隠されているというのも尊い気持ちがですね理解できるということになります。現代私たちがですね開局いろんな作曲家がですね尊くも桁かくもそしてうやうやしくてますかね敬験な気持ちで歌い上げているマリア様。 まさにマリア様と呼びのふさわしいアーベンマリアはですねつまりベタネのマリアのことであったということにつながっていきますその動画も昨日一昨日の動画の中でね皆さんに紹介しましたから見てくださいそして伏線が二つあるんですけども一つはですねその後子供のユダはどうなったかということなんですね男の子あのその様子はですね実はまた詳しく話さなきゃいければいいなるんですけどもね 母子質の中にその謎を解くヒントがありますねそれはまだ動画にしてあるかないかちょっと記憶なんですけどどっかでちらっと触れた記憶はあるんですけどもその証拠がですね母子質の中にありますつまり息子はですね、まあ、ある病気を患っていました。はい、皆さんご存じないでしょう はい、林知っているんですね、まあ、ともかくミキャラジョブラウティが、ね、あのサン・ペイトルのペーター像の後に彫刻した聖母子想という、ね、像がありますけれどもあの像の中にその謎を解くヒントが一つあります。これは第一のポイントですねそれから二番目にです、ね、あのあベタネのマリアはですね魔女スリックスフクロウの魔女によってですね第一イナナ・マリアによってですね足に呪いをかけられています。 足がですね魔物なしになっていますはい。ですからテオドル・ジャン・ゼリコのですねあのあ絵の中にベニュース号のイカダの中に描かれているイエスを見てくださいあバラのね花冠をかぶりをかぶっている人物がですねいや右下にねあれがイエスですそしてその家のイエスのだ胸に抱かれているのがベタナのマリアです 一般説はそれを男性弟というふうに紹介してますけども大嘘ですでだらめですめちゃくちゃですよーく見てくださいあのイエスに抱かれている人物はですね男性ではありませんよ女性ですよよーくその部分を見てくださいス,スケベ心のある方は是非是非見てくださいあれはピーではありませんよ花びらか何かですよ はい、そそれれも今日の、えー、昨日ののの昨動画でそれを説明したのかなまあいう形でそういうふうにしてですね一連の動画長い動画になりましたけどもあまだまだ最後ね明日もう一回イエスの総括編をしなければいけないなと思ってますけどもまあいよいよね明日は最終段階にあるかなというふうに思ってますけどわかりませんがなよりねもっとほかに面白いテーマがあればそちらへ飛びついていくかもしれないが、ね、私のやり方なもんですからね、はい、ともかくもう足に呪いをかけられます。 ですから、テオドルジャンジェリコーの、そのイエスに抱かれた女性の足を見てください。すっぱだかです。すっぱだかです。ただし、足にはですね、タオルを巻いてますね。足だけは隠してあるわけです。そして同じく、ミケランジェ・ブランティの彫刻したサンピエトロのペーター像を見てください。マリアの足が表現してあります。よく見てください。しかし、あれは足ではありません。あまりにもこの小さいんですね。手の幅とですね、足の幅というのはほとんど同じです。これはどんな人でもね。ところが、 マリアの手はこれくらいあるとしたらですねあのスカートの下からちょんとのぞいている足はですねその3分の2を超えるほど大きくありません3分の2以下だということです半分ぐらいかなと思っても間違いないですしかも指の形がありません丸く滑らかになってますつまりサン・ペートロの,のペーター像の中に表現されているマリアの足は足ではないということです。 何かの置物だということです。そしてその続く翌年に制作された、翌年のその後に制作された、ミケランジ・ブラルティの聖母子像の中に表現されているマリアの足も、やはり、まあ、足ではありません。幅が狭くて丸くなっています。なあち、何かの置物の台をですね、彫刻してですね、 マリアの足を表現しなかったわけです。あるいは、表現できなかったということです。むしろそうした作品はすべて、すべて、カイン・キリストが作ったということになりますね。最もわかりやすいのは、やっぱりあの、バンディーニのペーター像ですね。左右を反転してみてください。27という大きな数字が出てきます。27はカインを意味します。ユダヤのゲマトリアではカインを意味します。なあち、あの、バンディーニのペーター像はカイン・キリスト作となりますとですね、 その姉妹作である、あサン・ペードロのペータ像も簡易作ということになっていきます。簡易はそれを知っていたわけですよね。まあ、ともかく話を戻しますと、えー、ベタネオの周りは足に呪いをかけられるわけですね。そして、足が、まあ、そういう足、魔物になってしまうんですよね。ラファエルの書いた、あのー、なんとかの、公法越、公越っていうね、戦闘、セシールだったかな、の法越の中の、あまあ、 中央のマリアも足が魔物の足になってますね。それから、受胎告知の中、あのアンドレ・デル・ベルコットですね、ダ・ベンチの書いたって言われてるから、作ると、あれもですね、実はあの、カインの作です。その右証拠の右下にですね、27という数字が大きな字で書いてあります。それから、その、あの、受胎告知の下、絨毯の下からはですね、三本指の魔物の足が出てますからね。ですから、あの、はい。 とというこですね以上、まあ、私はいろんな話をごちゃごちゃしましたけれども私はあの皆さんに今話している話はですね全て林博の発見そして証明してきた事実に基づくものですどこかで似たな話をお聞きになられましたらですねそちらの方にどうぞ講義してくださいねこれは林博の説ですよ、はいはい、ということもちょっとまあ余計なことですけどもねあまりにもねはいいろいろありますのでねそうではないんだということを まあ私は皆さんにお伝えしていることはですね林博のオリジナルの説だということですまあともかくそれはともかくそてその2つのポイントですねをまあちょっと頭に置いてですねそしてまあイエスの生涯を考えていただければ結構ですでそのイエスの子供はですね子供のうちに亡くなっているみたいですねはい子供のうちに亡くなってますね ですからエルサムに残る王者で言っていうんですけどね、まあ、昔はあの箱にね家族の場合は箱にね同じ箱に遺骨を入れたんですけどもそのとこその中にですねいわゆるベタネのマリアのその遺骨とともにですね 息子のユダの遺骨も入ってるって、これはあの、スティーブン・スピルバーグ監督のですね、制作映画、2000年頃できた映画なんですけども、まあ完全にね、現在はあちこちで否定されています。もちろん、林博之先生もですね、宗教界、美術界、キリスト教会すべての世界で完璧に否定されてますね。もっと言えば無視されてますね。しかし、いつまでも事実を隠し覆すことはできないと私は考えています。ともかくもその息子の名前息子の、息子の名前がですね、 いわゆるオージャル、いわゆる、まあ、遺牌箱と言いますかね、遺骨箱の中に入っているということはですね、息子も子でその子供の頃にまだね、親の手を離れない間に死んでいるということを意味,する意味しているということになります。もし独立してるならばですね、その別のところにね、別の,あの葬られているはずですからね。ですから子供のうちにもうすでに亡くなっているということですね。ち、はいまあ、ちょょっっとと悲しいい物語ですで、す。話をま まあこ,れからここから先はですね、ついでの飛躍的な話ということになりますけれども、そうしたイエスと、そしてマリアの、ね、ベタネのマリアのもう切ない、何とも言われない切ない話なんですけれどもね、あの、シャマシイエスとベタネのマリアのね、あの話を追いかけていくとですね、なんていうか心が焦がされると言いますかね、切なくてやるせない気持ちになってきますね。なりませんか私そういう気持ちになるんですよ。 そのイエスの気持ち、ベタナナマネの気持ち、まさに許,許,さ許されるね、二人の恋愛物語。それはヨハネのね、福音書にも出てますけども、許される二人のね、恋愛ですよね。まあ、神と人間のね、女性との、なんて言いますか、やるせない愛。そして最後はですね、悲劇で覆われて、悲劇で悲劇で、そしてその双方がですね、互いに命を絶つという、まあ、その寂しい物語ですよね。はい。 やるせない気持ちですね。その気持ちをここからはまあ結論的に言うとですねこの男かで証明してますからまた皆さんご覧になってください。そのやるせない気持ちを知っていた人がいます。そしてそれをですね、えー、文章にして表現した人がいます。はいそれが1600年代ののですねあの、 まあ、イギリスの戯曲家と言われているシェイクスピアということになります。シェイクスピアもまた神、カインの操り人形でした。それについてはまた別のところで証明しましたが、そのシェ,シェイクスピアがですね、3本の3大戯曲というのを書いています。ハムレット。いいですね。ハムレットというのはマ,クマルドクのことです。それからマクベス。マクベスも有名ですね。マクベスというのはちょうどイエスが亡くなった後のローマ皇帝のカリグラです。いいですね。 でも,うもう一つ、シェイクスピアの三大劇曲というのがあります。それが、ロメオとジュリエットです。そのロメオとジュリエットのあの何とも言われない、切ない、やるせないね、あの思い、ありますね。14行してあります、ね、始まりますね。Two houses, both alike in d i g n i t y i n fair Verona! ってあの、We lay our s c n っていう、あの, scene, あの工場で始まるあのシェイクスピアの ロメオとジュリエットがですねつまり私はですね、えー、まあ流れからするとですねシェイクスペアは神の世界における秘伝物語を戯曲として表したその戯曲がですね私たちがよく知っているロメオとジュリエットということになりますだって結末がやや少し違いますからねパーフェクトに一致しているわけではありませんからねハムレットマクベスは結末か結末か最初から結末,結末までですねパッね まあ、パーフェクトに一致してますね。まあ、ロメとジュレットはですね、ちょっと最後複雑な亡くなり方をしますけども、そのお互いのですね、やるせない、そして深い愛をですね、まあ、その1500、1600年後のね、会員キリストは、シェイクスピアという、まあ,あ、戯曲家を使ってですね、まあ、戯曲ってあれはの役者ですけどもね、役者を使って世に発表した。そのタイトルが、ロメオエンジュレット。 イタリアの人がみんなね、ジュリエットロミオって、あの、ジュリエットを先に言ってますね。このままイタリア人の方と話してましたら、ジュリエットロミオって言うんでしょう、なんてね、教えてくれましたけどもね。ジュリエットだったかな。まあ、とにかく、あの、に、にえ,え、私たちはロメオジュリエットって、これは全然余計なことですけどもね。まあ、どっかに近くにイタリアの方がいらっしゃいましたら、聞いてみてください。ということで、あの、なんともやるせない気持ちを表現したのが、つまりは、シェイクスペアの ロメオとジュレットということにつながっていきます。こうしてですね、まあ今日は一部分を話したということですけども、壮大なですね、神と人間の織りなす、いわゆる地球史というものがですね、神を中心にして現代に来ているということです。ね、分かっていただきましたが、神が作ってるんですよ。私の歴史、あなたの歴史、人間の歴史、すべて神が作ってるんですよ。その神の存在を知ったらですね、 昨日も言いましたけども、恥ずかしくて、恥ずかしくて、情けなくて、情けなくて、悔しくて、悔しくてね。神の見てる目の前で人殺しなんかできませんよ。違いますかはい。だから今こそ私たちはですね、神の存在を、実在をですね、物的証拠を添えて知る必要があるということです。それを知ればですね、情けなくねって、情けなくてね。はあ。 そんな戦争なんかしておりませんよ。というふうにして皆さんもどうか私の気持ちを共有してくだされば嬉しいです。長い話になりましたけれども、今日のビデオであり、ここで終わります。バイ。